朝鮮総督府は1910年の韓国併合によって大日本帝国領となった朝鮮を統治するため同年9月30日に設置された官庁である。1905年に第二次日韓協約をもとに設置した韓国党官府を改組して作られたもの。総督府の国旗初代韓国党官伊藤博文とする韓国党官府を前身とし、 九大官帝国の政府組織を改組統合したため朝鮮人職員を多く抱えていたが、数用なポストはほぼ日本人が握っていた。初代総督はベラウチ・総督は現役、または予備役の陸海軍大将が歴任した。1945年、第二次世界大戦における日本の敗戦に伴い、連合国の指示により業務を停止するため、 政務総監、遠藤隆作によって、両運協らに独立に向けて挑戦、建国準備委員会の組織化の打診がありも、その後も、総督府の行政は継続され、行政権限は、北緯38度線以南の占領行政機関となったアメリカ軍政庁へ引き継がれた。総督府によりインフラの整備が行われ、結果として伝染病の予防や、出生率の増加に及び、 教育施設では公民化教育、日本語やハングルの教育が進められたが、言論の制限や、結社の禁止、独立運動などへの取り締まりなども行われた。これらの政策や事業に対しては批判する意見と評価する意見があり、現在も議論が続けられている。庁舎は、韓国等間府庁舎を引き続き使用していたが、1926年平気道。 形状府の慶福宮敷地内に移転された。建物は1948年の韓国建国時から1995年に解体されるまで国会議事堂、中央庁、国立中央博物館とされた。朝鮮総督は天皇によって直任され、委任の範囲内における朝鮮防備のための軍事権を行使したり、内閣総理大臣を経由して、立法権、行政権、 司法権や王皇族及び朝鮮貴族に関する多岐な権限を持っていた。朝鮮総督府には政務総監、総督官房と五部が設置され、中枢院、刑務総監部、裁判所、鉄道局、専売局、地方行政区画である道、府、軍などの朝鮮の統治機構全体を包含していた。大日本帝国政府は朝鮮を内地と同様の 経済水準に引き上げるため、多額の国会予算を朝鮮半島に投資した。鉄道、道路、上下水道、電気、病院、学校、工場などのインフラの整備を行い、近代教育制度や近代医療制度の整備を進め、朝鮮半島の近代化に役立ったと主張する研究者もおり、こうしたインフラへの莫大な投資の結果、 朝鮮半島で流行していた伝染病が予防され、農地開発等により食料生産が増加したことにより、朝鮮半島の人口は、併合前の1906年には1600万人程度だったものが1940年には2400万人ほどとなり、併合時に24歳だった平均寿命は1942年には45歳へ伸びた。しかし、 朝鮮における経済開発は主として日本内地の工業化と食料を不足を補完する目的で行われ、高い経済発展とは裏腹にその成果の大部分が在朝鮮日本人や日本企業に分配され、米をはじめとする多くの食料が日本に送られ、朝鮮人への分配度は低かったとする研究者もいる。また、 植民地一般の傾向に漏れず、支配者層である在朝鮮日本人と非支配者層たる朝鮮人の間の所得格差に非常に大きいものがあったと主張する者も,もいる。一方で、それらは単なる小行為で利益を得ていた朝鮮人もおり、また所得も向上しており問題はなかったとする研究も存在する。総督不当地に反対する独立運動等は、 厳格な取り締まりの対象とされ、日中戦争の本格化した統治の周期には内戦一体と公民化教育の観点から朝鮮文化に対して否定的な態度を取った。総督府の初期の政策は武断政治と呼ばれた。併合条約では6条7条で協力的朝鮮人の徴用を明記していた一方で総督府による統治に反対する政治活動や 独立運動は禁止され、軍政のもと植民地統治の基礎を作ることを目的とした。朝鮮には台湾と同様大日本帝国憲法が適用されたが、天皇に直令し総督が統治するとした。総督は内閣総理大臣を経て天皇に直送すれば、よく司法、行政、立法の全機能を有し、総督不礼は1年以下の懲役もしくは禁錮、交流、 200円以下の罰金、または過料について発することが可能であったが、総督不礼にない法令については、内地の立法に従う必要があった。言論、集会、結社の自由は大日本帝国憲法に認められた、新民の権利であったが、仏教教団やキリスト教協会あるいは言語、研究会など学術団体の一部は独立運動を、画策しているとして、 しばしば総督府の介入や弾圧の対象となった。朝鮮警察事務をすべて日本軍に委任し、通常の警察でなく軍の憲兵が一般警察官を兼ねるとした。憲兵は一般の朝鮮人に対して極めて威圧的な制度だったと言われているが、一方で日本の身分差別廃止の政策によって立場が悪くなったため日本に抵抗する両藩の取り締まりを 一般朝鮮人は感謝し、また、朝鮮人の憲兵補助員こそが横暴な態度でいた。ために、後の日本に対する悪感情を生んだとも言われている。林野事業では、山林の詳細な測量を元に登記することを求めたが、家電の伝統が一部であった朝鮮では、総督府の慎重な調査にもかかわらず、最終的に所有者が確定できなかった田畑や山林が多く存在し、これらは、 国有地、国有林として没収された。総督府は土地所有者の調査を進め全工作地の3.26%ほどの無所有の土地を摂取して、東洋宅職に買い取らせ、日本人や朝鮮人有力者に払い下げられた。利用町時代の朝鮮は農地が荒廃しており、民衆は管理やヤンバン、氷菓子によって攻め立てられて収奪されていた。日本は、 朝鮮の農地にて、水防工事や、水利工事をし、金融組合や、水利組合も作ったことで、朝鮮農民は、安い金利で融資を受けることができるようになり、多大な利益をもたらすようになったとする主張もある。朝鮮人王子主は、生産性が上がり、日本へ米を輸出できるようになったことで多額の儲けを、得ていた。一方で、多くの土地が、国有地に編入され、 朝鮮の農民が土地の所有権を喪失したとする主張もある。逆に、ソウル大学教授李久氏カオルは韓国で教えられている日程による土地集奪論は神話であり、客観的数値で見ても大日本帝国が編入した朝鮮の土地は10%に過ぎないとしている。また、1910年から1920年代中頃までは朝鮮人の平均身長も伸びており、 朝鮮人の生活水準が着実に向上していたのは明らかとする見解もある。大韓帝国では庶民に対する教育機関がほとんどなく、朝鮮では量販階級を中心に漢字文化が重視されており、ハングル文化は仮想階級が使うものと見下され別視されていたため、読み書きができるものは書道等で学べる裕福な一部の両半に限られていた。 そうした中、朝鮮総督府は朝鮮語教育に力を入れ、朝鮮民衆にハングルが広まったのは大日本帝国の政策の結果であったとする意見も存在している。朝鮮総督府は1912年、近代において初めて作成された朝鮮語の聖書法である普通学校用、音門鉄字法を作成し、1930年には児童の学習能率の向上、 朝鮮後の鉄字法の整理、統一のための申請書法である、温文鉄字法を作成した。国政選挙に関しては朝鮮では、選挙法が適用されず選挙区が設定されなかったが、地方議会は開設されるに至った。朝鮮における統治はすべて総督府が直接職所、しており、民衆が朝鮮統治に関与する法とは、朝鮮人には、無論、 朝鮮在住の内地人にも与えられておらず、このため内地の援護地を頼り帝国議会の議席を確保することで朝鮮統治に関する政治参加が目指された。併合以来すでに朝鮮人もまた帝国憲法の保護する帝国臣民であり日本国籍が与えられていたことから内地において衆議院選挙に参加することは可能であった。朝鮮人では 朴春金が唯一衆議院議員に選出されたほか、貴族院議員については、通算10人の朝鮮人議員が任命されている。地方議会の議員に選出される者や軍、中央官庁や地方公共団体に勤務する者も、いた。総督府庁者の置かれた、警福宮などが日本による破却や損傷を受けており、 景気群のように完全に破却された宮殿もあったが、崩れかけていた、石窟案などの遺跡を修復したり、景福宮正門であった光家門や高司令門など、保存運動などによって保存された建造物も,もあった。1919年の3.1独立運動後、日本内地における対象デモクラシーの影響もあって、武断政治は、融和的な文化政治に転換するが、 1937年に日中戦争が勃発すると、朝鮮でも戦時体制下で公民化政策が推進され、大日本帝国が敗戦を迎えるまで、各種の人的資源の動員や、商行為を通して様々な資源、食料の日本本土への大量移送なども行われた。朝鮮人の中には、朝鮮人志願兵や軍属として、 第二次世界大戦に参加した者や、慰安婦として働いた女性も存在した。韓国併合直前の1910年7月、韓国当館であった寺内正岳は、赤石元次郎憲兵隊司令官に刑務総長を兼務させることによって、憲兵と普通警察を一体化した。これを憲兵警察制度という、韓国併合年で憲兵警察と、 一般警察を合わせて7712名。憲兵警察は2019名であった。朝鮮全土に日本軍や警察が配置され、憲兵以外の軍人も統治や警察活動を行った。朝鮮独立を求める運動や日本支配への抵抗運動は厳しく取締りを行い治安維持活動に当たった。詳細は、 文化政治も参照3.1独立運動に衝撃を受けた。大日本帝国政府は武力だけで朝鮮支配は不可能と判断し、また大正デでク暮らし域における政党内閣の登場や武断政治批判の日本内地世論にも配慮し、武断政治を一部変更した。原隆首相は長谷川義道総督を更迭し、恩憲派の斉藤稔海軍大将を新総督に、 任命した。1919年8月20日直令により、総督部官制を廃止し、制度上は、文官でも総督就任可能としたが、実際には実現せず、斎藤以外の総督はすべて陸軍大将だった。また、普通警察制度への改変を図り、憲兵警察を廃止したが、多くの警察官が日本内地から派遣され、 1919年の6387人から1920年には2134人へと急増した。独立運動の監視体制はむしろ強化された。同化教育はさらに推進され、学校での朝鮮語の時間は減少し、代わりに日本語の時間を増加させたが、1920年代から1930年代にかけてハングル縦書きで書かれた廉価な宅地本が、 朝鮮半島の子供たちに流行していた。小学校未就学の青年には、朝鮮特別青年連生者への1年の入所を義務とし、600時間の教育を行った。このうち、日本語教育が400時間を占めた。1924年には、京城帝国大学が開設。大学内では日本語で、専門教育を行うため、日本人学生が6割以上を占め、 教育内容は、法文学部と医学部が設置され、朝鮮史学、東洋史学、朝鮮語学、朝鮮文学等の講座が置かれていた。1940年4月には、中領優位の広告民を連成、するという目的を掲げた。台湾総督府をはじめとする他の外地政庁と異なり、朝鮮総督府は大韓帝国政府の機構をほとんどそのまま継承したため、 最初から多くの朝鮮人官僚を抱えていた。また、朝鮮の軍首主もながは、朝鮮人が原則として任命されていたほか、同知事は概ね半数程度が朝鮮人であった。閣僚に相当する各局局長、1919年までは、各部長官に任命された、朝鮮人は1924年から1929年まで、学務局長を務めた。 李心しのぎだけだった。1935年段階で、朝鮮総督府職員のうち朝鮮人の割合は、高等官及び同体グルで23%、犯人官及び同体グルで34%、食卓及びコインで41%だった。特権的身分制度が設けられ、韓国の旧皇族は、王皇族に、韓国併合に功績ある者は、朝鮮貴族となった。 1995年まで見られた旧朝鮮総督府庁舎は、慶福宮の宮殿正面に1926年10月1日に作られた建築である。日本で事務所を開いていたドイツ人建築家、ゲオルグ・デラランデが基本設計を行い、デラランデの死後、日本人建築家が完成させた。4階建てで中央に大きな吹き抜けを持っていた。朝鮮総督府は、 宮殿正門の光家門を移築の上、保存し、朝鮮王朝の西宮だった、京福宮の付随的な建物の多くは破却したが、聖殿の金聖殿や、喜び回廊などの象徴的な建物の大部分は保存されることとなった。1995年に撮影された、国立中央博物館景気堂天安市の独立記念館に移された、 旧朝鮮総督府庁舎の戦闘1948年8月15日、大韓民国政府の樹立に伴い、旧総督府の庁舎は政府庁舎として利用され、中央庁と呼ばれた。大韓民国の成立宣言はここで行われている。1950年9月、朝鮮戦争当時北朝鮮軍による放火で内部が全焼したが、1961年から、 復旧工事に着手して1962年11月22日に春光、国務総理の執務室とその他行政機関が入居するなど政府庁舎の機能を回復した。1972年以前には歴代の韓国大統領の就任式もここで行われた。その後、韓国内でも旧植民地の意向として撤去を求める意見と、 歴史を忘れないため保存すべきという意見があり、議論が行われた。九百八十二年三月、国立中央博物館を中央庁へ移転する計画が発表され、九百八十三年五月十九日に開かれた国務会議を限りで庁舎の時代が終了した。九百八十六年八月から博物館として利用されることになったが、それでも依然として、 屈辱の歴史の象徴であることには、変わりはなく、保存か解体かの論議が、しばしば再燃した。最終的には、かつての応急を塞ぐ形で建てられていることから、反対意見を押し切り、応急前からの撤去が決まった。撤去の方法として移築も検討されたが、莫大な費用がかかるため、1995年8月15日に、解体記念式典を実施し、 先頭部分をクレーンで吊り上げて撤去。その後建物の取り壊しに着手し、翌1996年末までに解体を終えた。跡地には、庁舎建設によって取り壊された王宮の一部が復元され、現在は道具の正面入り口となっている。先頭部分は、その後、軽機動天安市郊外の独立記念館に移され、屋外展示されている。 韓国における近代建築の保存級朝鮮総督府庁舎は撤去されたがソウル駅級駅舎や韓国銀行本店などについては保存措置が講じられている。西大門刑務所は現在博物館となり周囲は独立公園となっている。朝鮮総督府の組織は1910年に設立された後いくたびかの改編を経ている。特に 1919年8月と1943年12月の完成改正は大規模なものであった。総督府の部が廃止され、内務部所属の学務局が総督直属の壺根となるとともに、憲兵警察制度廃止に伴い、独立官庁であった刑務総幹部が廃止され、総督府の内部部局として刑務局が設けられた。それまで総督府にあった総務局、 司政局、食産局、農林局、鉄道局、船売局の6局が廃止され、農商局、航行局、交通局の3局を新設する改編が行われた。終戦時、朝鮮総督府は総督官房及び内部部局6局、外局2局で構成されていた。総督府は朝鮮半島の行政、司法、立法をすべて騒乱し、 朝鮮半島中流の日本軍の統率、防備権限を付与されていた。総督府は、鉄道や通信事業を経営し、朝鮮銀行の監督権を有した。また、林野事業や仙台事業などを経営していた。朝鮮13日には、道長官が任命されそれぞれの司書で、行政任務に従事した。総督府令により1年以下の懲役もしくは禁錮、交流。 200円以下の罰金、または、過料の罰を科すことが認められていたが、それ以上の財かあるいは、総得不礼によらない法令については、日本内地の制定法による必要があった。政務のすべては、内閣総理大臣を経て天皇に直接上層すれば、良いとされたが、実際の実務は、宅務省や内務省など内地行政機関の異名通帳に従うことが多かった。 朝鮮総督府発足当時の職政。朝鮮の軍事的重要性を鑑み、韓国当館、朝鮮総督には、高位の政治家あるいは大将くらいの軍人が、任用された。総督は、海軍大将の斎藤を除くすべてが陸軍大将。朝鮮総督府政務総監や、各局長の政策、当時の階層などの証言が、UFO 文庫に保管され、刊行されている。 ありがとうございます。